アントニオ・マスペスはイタリア・ミラノ出身の名自転車競技選手。1952年に開催されたヘルシンキオリンピックのタンデムスプリント四目においてチェーザレ・ピナレロとペアを組んで銅メダルを獲得。1953年にプロに転校。1955年コッペンハーゲンで開催された世界自転車選手権プロスプリント決勝で スイスのオスカル・プラットナーを下して初の同種目優勝を飾る。1956年世界戦、同種目決勝においてもイギリスの名選手だったレジナルド・ハリスを破り連覇。その後2年間世界戦では優勝できなかったが、1959年にフランスのミシェル・ルソーを1960年にプラットナーを1961年にルソーを そして1962年にはローマオリンピックのスプリント1キロメートル、タイムトライアルを制した同胞のサンテガイアルドーニをそれぞれ決勝で破って4連覇達成。1963年の同大街道士目ではガイアルドーニに決勝で破れたが翌1964年には決勝でオーストラリアのロンバ演習を破りベルギーのジェフ・シェーレンと並ぶ世界選手権。 プロスプリント最多優勝記録となる7回目の優勝を果たした。なお、この記録は1984年に中野光一が8連覇を達成して塗り替えることになる。このほか、グランプリドパリで5回の優勝実績があるほか、1960年には200メートルフライングタイムトライアルにおいて10.8秒の世界新記録を樹立した。1967年に引退。その後、 彼の功績を称え、ミラノにある、ビゴレッリ自転車競技場の名称を、マスペスビゴレッリ自転車競技場と改めた。ありがとうございます。